こんにちは、小原先生です。今回はケトン性低血糖に関してお話をします。先日 X でネタがないとつぶやいたところ、はじめまして、1歳児を子育て中の外科医です。先日朝、娘が痛み刺激に反応しないほどの意識障害になり、非常に焦りました。結果的にケトン性低血糖症ですぐに回復しました。クリニックのコラムでは書かれているようでしたが、いかがでしょうか。気質でしたらごめんなさい。このようなご連絡をいただきました。リクエスト本当にありがとうございます。ケトン性低血糖は小児に独特の怖い病気です。この動画を見ると、ケトン性低血糖がどんな病気で、どのようなことに気をつければよいのか、短時間で理解ができます。このチャンネルは子どもの病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編スタート。ケトン性低血糖を3つに分けて説明します。1、糖分の保存方法について。2、ケトン性低血糖の症状診断検査。3、ケトン性低血糖の治療。今回は3つに分けて解説いたします。まず、ケトン性低血糖を理解するためには、私たちがどのように糖分を保っているか理解する必要があります。生きていくためには糖分はエネルギーとして非常に大切なのですが、もし糖分を保存できないのであれば、私たちはずっとご飯を食べ続けなければなりません。なぜならご飯から糖分を取るからです。むしろ断食など極端に食事を取らずとも生存ができるのは、私たちが実は糖分を非常用に保存することができるからです。まず食事を食べると、食後 3,4 時間は食事由来の糖分、つまりグルコースが維持されます。そして一部をグリコーゲンという形で肝臓に蓄えることができます。食後はこのグリコーゲンという肝臓に蓄えられた水分を分解することで、ある程度の血糖を維持することができます。そしてその後、時間が経ってしまって食後12時間から16時間糖分を摂取していない状態が続くと、グリコーゲンもさすがに枯渇してきて、今度は筋肉由来のアラニンというアミノ酸を利用して肝臓で糖新生という経路からグルコースを作成するようになります。この際一緒にできるものがケトン体です。つまり簡単にお話をすると、食べ物から糖分、グルコースを取って、余ったものをグリコーゲンとして肝臓に保管して、困ったらそのグリコーゲンを使用するわけです。そして足りないと筋肉のアラニンというアミノ酸からグルコースを作り出す作業が行われて、その結果現れてくるのがケトン体ということです。簡単に糖分の保存方法が理解できたところで、ケトン性低血糖の症状、診断、治療についてお話します。ケトン性低血糖は1歳半から5歳程度に起こることが多いです。10歳くらいには自然に良くなることが多いです。つまりグリコーゲンの貯蔵量も体が大きくなると多くなるので、なるべく低血糖になりづらくなるわけです。リスクとしては、特に低出生体重児や食が細いお子さんに多く見られていることが知られています。症状ですが、低血糖に関わる症状として意識がなくなったり、痙攣、そして冷や汗などを書きます。さらに体にケトン体が増える影響から、嘔吐や腹痛、頭痛などの症状、そして独特な口の臭さ、口が臭くなるという症状が見られます。典型的な経過としては、夕方に思いっきり遊んで倒れてバタンキューと寝てしまって、12時間以上飲み食いせず、ふと朝親が気がついたら全く反応が乏しくて起きられない、意識がない、なんていう大騒ぎ、これが典型的な経過です。疲労によって長期間の絶食が起こってしまい、低血糖まで陥ってしまうわけです。また風邪をひいている時にも起こります。通常よりも糖分が必要にもかかわらず、いつも以上に全く糖分補充ができてなくて寝込んでしまったら低血糖になってしまうというのが原因です。診断に関しては、血糖を測定して低血糖であった場合には様々な原因が考えられます。具体的には、高インスリン血症、下垂体機能低下、副腎皮質機能低下、糖代謝異常、糖原病、糖新生異常、脂肪酸酸化異常症などなどが挙げられます。ですので鑑別が大切です。
低血糖であるときには血液検査や尿検査でケトン体や遊離脂肪酸、乳酸、アンモニアなどとにかくまあたくさんの採血検査をする必要があります。小児科ではこれをクリティカルサンプルなんて呼んだりしますね。できるだけ採血を早くやって低血糖を早く治療してあげる必要があります。このような低血糖を繰り返す場合には特殊な病気を特殊な病気を否定する必要があるわけですね。さて最後に低血糖の治療についてお話します。これはもうシンプルに糖分を補充します。意識があれば口から糖分の補充、意識が朦朧としている場合は点滴からブドウ糖を投与します。治療以上に大切なのは同じことを繰り返さないように予防してあげることです。どんな病気でも予防医療ってとっても大切ですよね。つまり長時間の空腹を避けること、風邪をひいている時やスポーツの時にはしっかり糖分を補充することが大切です。当たり前に思えますがこれが本当に大切なわけですね。さて今回はケトン性低血糖についてお話しました。今回のまとめです。ドン。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、またコメント欄に感想や発信してほしいことなどを記載してください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。